こんにちは。歴ショックです。今回は、家康の息子として北陸の大大名となる丸在処分とされ、60年以上もの月日を罪人として過ごすこととなった松平忠輝の生涯について紹介します。忠輝は、母の身分が低かったにもかかわらず、伊達政宗との縁組などもあり越後65万石を領するまでになりましたが、大阪の陣後に突如家康から議決され、家康死後に改易される罪処分が下されました。その背景には、野心を持ち続ける伊達政宗に加え、幕府で大きな権力を持つ大久保長安、さらには母、茶の局を介して豊臣家ともつながりを持つなど将軍秀忠に対抗しうる力を有していたことがあり、忠輝の落ち度というより、天下太平のためにイチャモンつけて排除されたというのが実態です。秀忠と御三家の中間にあたる世代の忠輝がいなくなったことで、秀忠は家康死後も絶対的な権力を持てた一方、忠輝は流人として幕府の移りゆく様を見つめ続け、古代将軍、徳川綱吉の時代まで生き続けました。今回は、息子の一人として家康に期待され大領を預けられたにもかかわらず、忠輝を中心に大きなグループが出来上がってしまったがゆえに、家康、秀忠から警戒され追い落とされてしまった、松平忠輝の生涯について紹介します。母親は豊臣家とつながりがあった。松平忠輝の出自。松平忠輝は1592年、徳川家康の六男として、側室、茶の局を母に生まれました。家康が49歳の時の子で、徳川秀忠の13歳年下、豊臣秀頼の1歳年上に当たりますが、一方で家康の関東移封前に誕生したとする記録もあり、同母弟、松千代との関係も含め確定はしていません。忠輝が生まれる2年前までは、家康には秀吉の妹、朝日が正室におり、秀吉をはばかり当初は出生を隠されたとする説もあります。忠輝は生まれた直後に、家康から顔が醜いという理由で捨て子扱いされたなど、容姿を理由に家康から嫌われたとする話が多く残っており、実際に幼少期は下野の大名、皆川博輝に育てられていますが、多くは忠輝の末路を見た後世の創作と言えるもので、朝日をはばかった家康の態度も影響しているのかもしれません。母の茶の局は、通説では、伊掛家の妻であったのが、夫が喧嘩の末に殺され、鷹狩りをしていた浜松城時代の家康に娘を連れて訴え出て、そのまま家康に気に入られ、やがて家康のお手つきになったとされています。ただし、茶の局の兄とされる山田光月之助が、前半生は遠江にいた石田三成の舅、宇田頼忠に仕え後に三成重臣となり、息子勝重が三成の長女を妻に迎えた山田一族とつながりがあるとする説もあります。百姓同然の身分だったとする説もありますが、身分は低いものの全く無名の家の出身ではなかったと考えられ、むしろその出自のおかげで、後年豊臣家ともつながりを持つこととなります。茶の局は初めから家康の寵愛を受けたわけではなかったものの、数年が経った1592年に忠輝、1594年に松千代を産んでおり、本人も美人で聡明だったと伝わることから、ある日を境に家康の寵愛を勝ち取ったとみられます。忠輝は、18松平と呼ばれる三河の松平一族の一つで、徳川16神将の一人にも数えられる松平康忠と、家康の異母前、八田姫の間の子の松平康直の後を継ぎ長沢松平家の当主となりますが、もともと1593年の康直の死後は、生後間もない弟の松千代が継いでいました。しかし、松千代も1599年に亡くなってしまったため忠輝が長沢松平家の当主となり、武蔵深谷一万石を領する大名となりましたが、直接継いだとする資料もありはっきりとはしていません。この頃、家康は秀吉死後、自分の派閥を広げるため諸大名との縁組を進め、忠輝は7歳の時に、当時5歳の伊達政宗の娘、いろは姫と縁組しており、忠輝の運命を決定づける政宗とのつながりを得ています。関ヶ原の戦い後、10歳になった1602年には下総桜5万石を与えられると同時に元服し、兄、秀忠から一字をもらい忠輝を名乗りました。1603年2月には信濃川中島12万石に加増されますが、同時期には2歳の弟、義直が甲斐25万石、1歳の頼信が常陸水戸20万石を与えられており、諸子として明確に区別されています。
それでも、1605年には家康に代わり秀忠が将軍となり、忠輝も自身の下右近衛権の少将に任官。松平忠義に次ぎ、舅の伊達政宗や島津忠常、池田輝政と並ぶ地位となりました。さらに、家康が秀吉正室、ねねを使者に大阪城の豊臣秀頼に対し秀忠への挨拶を求め拒否された際は、13歳の忠輝は将軍秀忠の名代として大阪城に行き、秀頼と会見しています。当時は、兄の武田信義が1603年に亡くなり、尾張清須の領主、松平忠義は病気がちだったことから忠輝がこの大役を務めたと見られますが、この背景には、母、チャーの局と豊臣家のつながりが関係している可能性があります。チャーの局はねねと交流があったようで、忠輝の大阪城途上前の1605年正月には、ねねやその上郎、構造室と共に、チャーの局が京のねねの屋敷にいた記録があり、その後もねねは家康の意向を探るためチャーの局を頼るなど、両者は深いつながりを持っていました。こうした縁もあり、豊臣、徳川のつながりが崩れかねない状況で忠輝が大阪城訪問を任された可能性もあり、やがて1607年に結城秀康、松平忠義が亡くなると、忠輝が家康の子の中では秀忠に次ぐ年長者となり、豊臣、伊達とのつながりもあり大きな存在感を放つようになるのです。越後を領し、伊達、大久保とつながるも、幕府内の争いに巻き込まれる。越後時代の忠輝。1609年には、幼少期から忠輝を育てた皆川博輝や、山田重達、松平清直ら長沢松平家の古くからの家臣が、家康に対し忠輝の素行不良を訴えるという事件が起きています。この事件は後世、忠輝の粗暴エピソードとして語られますが、これは忠輝の問題というより、チャーの局の先駆との娘の婿で、忠輝の家老となっていた花井義成との対立の結果とされ、家康も花井派を擁護する忠輝の弁明を聞き入れ反花井派を処分しました。そもそも忠輝は川中島領主時代は領国入りしておらず、領国統治にあたる家臣と衝突する可能性は限りなく低く、忠輝のエピソードには悪意のある創作が入り混じっていることがほとんどと言えます。同年には、石田三成の長女の婿、山田勝重が、チャーの局の縁で忠輝に家老として仕えています。また、同時期には、ねねの上郎、構造巣が、三成の娘でねねが保護していた辰姫を連れて江戸に下り、辰姫は津軽家へ腰入れ、構造巣はチャーの局の老女になるなど、忠輝の豊臣家人脈も機能していました。忠輝は家康から目をかけられ、井伊直政死後、家中対立に苦しむ井伊直勝に代わって彦根への転向が計画されるも、隣国越後の堀氏が1610年に改易となったことで旧堀領を加増され、45万石とも65万石ともされる大領主となり、越前松平家と共に加賀前田家を抑える役目を任されました。忠輝は、当初は堀氏の福島城を居城としていたものの、やがて1614年に新たに高田城を築き拠点を移しており、高田城は伊達政宗を中心に、天下武神で大規模に築城されています。この高田城築城時には、チャーの局が構造巣を金地院崇伝のもとに派遣し、方位の吉凶を占わせています。ただし、越後の領主になった頃から、忠輝本人の意思はともかく、幕府内で、伊達政宗や大久保長安、大久保忠隣といった新忠輝グループとでも言うべきくくりが出来上がり、幕府内の権力闘争と合わさり、秀忠の将軍権力を脅かしかねない存在と警戒されるようになります。1613年に亡くなる元武田家臣、大久保長安は、代官として広大な領地に加え金山の管理に携わるなど絶大な権力を有し、忠輝の家老も兼任で務め領内の統治事務を担当するなど、忠輝とも深いつながりがありました。長安は忠輝を通じて伊達政宗とも交流を持ち、幕府内では小田原城主の大久保忠隣をより親としており、忠隣と本田正信、正純親子の対立では、忠輝グループは忠隣派に属していました。本田、大久保の対立は、1612年に本田正純が配下の岡本大八が正純の名を持ち出し、九州の大名、有馬晴信に賄賂を要求し処刑された岡本大八事件で失敗したことで忠隣有利に傾き、本田親子は挽回の機会を伺っていました。一方で、
大久保一派の権力拡大は、忠輝の勢力拡大、ひいては忠輝が秀忠に並び得る可能性も秘めており、家康、その腹心の藤堂高虎らも、大久保一族、忠輝グループの勢力削減を図り、その結果が1613年の大久保長安死後に、長安の不正が暴露された大久保長安事件とされます。大久保長安事件により、忠輝、政宗、忠親本人は影響を受けなかったものの、長安の子息、遠戚大名が処分され長安一派は壊滅に追い込まれており、この事件は生前の長安から医療目録を受け取りながらも無視して事件に介入した藤堂高虎が画策したともされています。大久保長安事件を契機に本田親子は復権を進めていき、1614年1月には突如大久保忠親が改易となりました。ここでも、忠輝、政宗は表向きは連座していないものの、忠輝グループは幕府中枢では壊滅させられることとなります。また、忠輝グループの4名をつなぐ者として、キリスト教の保護者、理解者という立場があり、特に伊達政宗は1613年に、家臣、長谷倉常長をスペインへ派遣するなど、キリスト教を通じた海外貿易に積極的でした。忠輝グループを狙い撃ちにしたわけではないものの、家康は岡本第八事件をきっかけに、1612年から1613年にかけてキリスト教禁教令を発布しており、1614年には元キリシタン大名として有名な高山右近が国外追放されるなど、キリシタン弾圧が進んでいきます。禁教令は、反秀忠勢力がキリスト教を媒介に忠輝の元へ繋がることを防ぐ目的もあったと見られますが、キリシタンたちは豊臣家のお膝元で幕府の権力の及ばない大阪に集まりました。そして、1614年の方向寺昭明事件を機に、豊臣、徳川の開戦が現実のものとなると、元浮田家筆頭家老のキリシタン、明石善等をはじめ、多くのキリシタン武士が大阪城に入城しています。この当時、秀忠は将軍といっても家康抜きで権力を確立できていたわけではなく、嫡男家光も、表向きは正室、郷の子でありながら実際は妾の子であった可能性が高く、郷の実子、忠長との関係に不安を抱えるなど不安定な立場にありました。忠輝自身に秀忠にとって変わる野心があったかは定かではありませんが、大久保長安、大久保忠親という新忠輝勢力を失い、挽回のために、伊達、豊臣と繋がりかねない忠輝の存在は特に秀忠にとって脅威であり、忠輝の悲劇が始まることとなります。刺したる罪もないまま改易に追い込まれる罪処分に。忠輝改易の真相。大阪冬の陣では、義兄弟で家老の花井義成の子、花井門戸が一部の忠輝家臣団を連れて参陣したものの、忠輝自身は江戸留守居役とされ、これを不服に思ったのか、高田にいた忠輝はなかなか江戸へ行かず、伊達政宗の説得でようやく江戸に向かっています。家康、秀忠が出陣する中、万が一二人が戦死したら、家康の子で唯一成人している忠輝が徳川家を仕切るよう分散しただけとされますが、忠輝が豊臣家、キリシタン勢力と結びつくのを恐れた末の処置ともされます。実際、この時豊臣家とも関係の深い石田三成の娘婿、山田勝重は、手勢は出陣したものの本人は病を理由に出陣しておらず、豊臣家との関係性はある程度考慮されていた可能性はあります。冬の陣では、家康による政宗、忠輝の引き離し工作も行われており、政宗は藤堂高虎の管理していた湯宇和島10万石を、冬の陣講は締結直後に息子秀宗宛に与えられており、大した武功もない中で、大阪の陣全体で見ても最大の過剰を受けています。忠輝は、夏の陣には軍勢を率いて出陣し、伊達政宗、水野勝成らと、河内口を進む家康、秀忠とは別に、大和口の大将として、後藤又兵衛、真田信繁らと道明寺で戦いましたが、この時、秀忠馬回り衆殺害、合戦への致賛という二つの罪を犯し処分対象となりました。忠輝は、大阪へ向かう途中の近江森山で忠輝家臣が秀忠馬回り衆の長坂信時を殺害してしまい、その後の戦いでも、忠輝自身は戦うことなく、後方で大阪城落城を見届けるのみとなっています。資産の件は、一方面軍の大将は自ら戦うよりも後ろに控えるのが普通で、
道明寺の戦い、天王寺の戦いで万一徳川軍が敗北した場合は、後ろに控えた忠輝軍が崩れる軍勢を支え難しい撤退戦を引っ張る役割を担うこととなり、改易になるまでの罪とは言えません。ただし、長坂信時殺害に関しては、伊達政宗の書状にも改易の原因だと記されており、主君の秀忠の権威を傷つける行為であるため、事件単体では改易処分は見合わないものの、忠輝を警戒する秀忠を忠輝排除へ向かわせる動機には十分なってしまったと考えられます。大阪の陣集結から4ヶ月後の9月、23歳の忠輝は、家康から今後一切の対面を禁じる旨の使者を送られ、神津家藤岡で蟄居することとなりました。やがて、家康は1616年に病床につき、秀忠や御三家の面々も駿府城へ駆けつけましたが、家康の死の一月前の3月には、茶の局が忠輝に連座して謹慎となっていたからか、家康は茶の局を介して改めて忠輝に議説を申し渡しており、家康存命中に忠輝の改易も決定していたとされます。忠輝は、ついに家康が亡くなるまで対面することは許されず、家康の死の3ヶ月後、忠輝は改易の上伊勢浅間に流罪処分とされました。この時、正室のいろは姫は子がいなかったこともあり伊達家に戻り、政宗も連座することはありませんでしたが、秀忠は政宗を信用していなかったようで、諸大名に命じて薄い関所や江戸周辺の入り口を固め万一に備えています。忠輝の改易により、家康の子供たちで残ったのは、秀忠と、義直、頼信、頼房のみとなり、秀忠は20歳以上年の離れた弟たちを将軍家を支える御三家として整備し、自身の権力を安定させました。忠輝は、1年半後の1618年に飛騨高山藩の金森重頼へ預けられますが、この時忠輝は、自分に罪はないのだからこのまま死を賜るべきだと応じず、使者の近藤秀持らからとにかく将軍に陳謝すべきと説得され、ようやく飛騨に赴いています。そして1626年には、飛騨から信濃諏訪の諏訪頼水に預け替えとなり、諏訪市は高島城に南の丸を増設しここを忠輝の居所とし、忠輝はここで半世紀以上過ごすこととなりました。1621年には茶の局が72歳で亡くなり、1632年には、忠輝が側室との間に設け岩月藩預かりとなっていた息子徳松も自害。忠輝自身も南高坊展開などを通じて赦免を嘆願しましたが聞き入れられることはありませんでした。1661年には伊達家に戻っていた元正室、いろは姫が、1671年には4代将軍徳川家綱の時代になり、家康の子で最後の生き残りとなっていた、10歳年下の紀州徳川家の徳川頼信が亡くなります。1680年には徳川家綱さえも亡くなり、改易前の忠輝の様子を知る者はほとんどいなくなる中、流罪処分から67年後、忠輝は、5代将軍徳川綱吉の時代、8代将軍徳川吉宗が生まれる1年前の1683年に、91歳で不遇の生涯を閉じました。最後まで動画をご覧いただき、ありがとうございました。参考文献は、概要欄に記載しております。この動画をいいなと思っていただけたら、高評価、チャンネル登録をお願いします。こちらのアイコンをタップしていただけると、チャンネル登録できます。Twitter、ウェブサイトでも、たくさんの日本史情報を発信していますので、よかったらチェックしてみてくださいね。